621、仕事を再開しよう。レーザー障壁を解除したことでさらなる進路の探査が可能となった。アーキバスからは先行調査を継続しろとの依頼が一つ、そしてもう一つ新たな依頼が来ている。先行調査要員レイヴンに通達します。あなたの進行してきたルートを密かに追跡している機体があるとの情報を得ました。コーラル調査においては企業の要請に基づかない独断での突入は許容されない。発見次第速やかに抹殺するように。死人が増えると言ったな。こういうことだ621。あなたを追跡している機体、解放戦線か独立傭兵あたりでしょうか。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。封鎖されていた進路に降下していけ。レーダー障害が発生しています。活性コーラルによる干渉でしょう。あなたの目と耳が頼りです。独断で突入した傭兵を始末しろという話だったな。なるほど、突出した個人はもはや不要ということか。そしてあわよくば不穏分子も共倒れ。上の連中の考えそうなことだ。このラスティにはルビコンでなすべきことある。戦友、君はどうだ。遠心スティールヘイゼ、来ます。踊らされるつもりもないが、いずれ避けては通れない道だ。行くぞ、戦友。まずは生き残れ。それがお前の今すべき仕事だ。
集積反応はこの大穴の下から来ています。進みましょう、レイン。反応が近い。アイビスの日以前の
レイブン、私にははっきりと見えています。コーラルの同胞たちの声が、アイビスの火に飲み込まれ消えた同胞たち、そのわずかな生き残りが長い時を経て再び群れを形成した。ウォルターから連絡が来ているようです。確認してみましょう、レイブン。通信が入っています。仕事の前に一つ昔話をしよう。ある科学者がいた。家族を捨てコーラルの研究に没頭した男だ。狂った成果が山ほど生み出された。強化人間もその一つだ。善良な科学者もいた。男の罪を肩代わりし、全てに火をつけ、そして満足して死んだ。この話には教訓がある。一度生まれた者はそう簡単には死なない。621、昔話は終わりだ。仕事を始めるぞ。